マスターさん、少々よろしいでしょうか。はい、サンチョでございます。あ、旦那様は連れてきておりません。少々お願いしたいことが。実はもうすぐバレンタインですよね。もちろん存じ上げておりましたも。愛する人、親しい人、尊敬する人たちにチョコレートを贈る。あ、チョコレートなのはマスターさんの出身国での風習でしたね。とはいえ、漂うカカオの香り、やはりチョコレートを期待するものでしょう。つまり。はい。マスターさんからもチョコレートをお送りになるとのこと。であれば、ご一緒するのが正解かなと思いまして。はい、よろしくお願いいたします。さて、問題はチョコレートをどのようなデザインにするかなのですが。おお、なんと槍型のチョコレート、これはありがたい。おお、なんとロシナンテ型のチョコレート、これはありがたい。おお、なんと普通の形のチョコレート、これはありがたい。それが困りものですね。もう旦那様ったらしょうがない方。でもせっかくであれば、何か冒険の旅にちなんだものが良いでしょうか。はい、旦那様の冒険譚です。あ、もしかしてお読みになったことはないのでしょうか。なるほどなるほど、では後でお渡しいたしますね。もちろんお読みになってくれるはずですよね。よかったです。それはそれとして、お読みにならずとも何かご存知のエピソードなどあるでしょうか。やはりあのエピソードですか。ではあれをモチーフにしたいと思いますが、いかがでしょう。ありがとうございます。それではしばらくの間よろしくお願いいたします。それでは旦那様にお渡しします。どうか最後までお付き合いいただければ。おお、サンチョ、ここにいたのか。それにモスター殿も。おや、何かありましたかの。旦那様、こちらバレンタインのプレゼントでございます。バレンタイン？旦那様、バレンタインというイベントはですね。おお、なるほどなるほど。マスター殿とサンチョが力を合わせてわしにチョコレートを。つまり王から賜った贈り物。厳粛に受け取らせていただきます。平服。もうそうですよ旦那様、マスターさんもお困りです。さて、それでは私とマスターさんから旦那様にチョコを贈呈いたしました。
なると当然ながら返礼の品物が必要です。うん、あれ待てよ、そういえば先日頑張っているマスターさんに何かプレゼントをと言われ、それを準備済みだったような。はい、というわけで返礼の品物はこちらでございます。はい、実は旦那様と共に別途進行させていただきました。そうです、わしの長い長い冒険探からちょっと漏れ出たエピソードの数々、それらを三女と共にまとめ上げたもの。セルバンテス様には申し訳ありませんが、一足お先に作らせていただきました。いざという時には価値のわかる方に売り飛ばすのがよろしいかと。そうです、そうです、贈り物を考える際わしが一番気を使ったのはそこですからな。確かにその通りかもしれません。が、それで困窮しては元も子もなし、我々としてはマスター殿が幸福な人生を送られることこそが何よりの宝。宝を大事にして宝以外のものを失ってはまさに本末転倒。よっていざという時は遠慮なく売り払っていただきたい。それでよろしいですとは。マスターさん、旦那様ともどもこれからもよろしくお願いしますね。この先もあなたに幸あれと。ドンキホーテデラマンチャ、神にお祈り申し上げますとは。本日は旦那様にご内密にしていただければと一人で参上した次第です。実はもうすぐバレンタインですよね。まあよかった。それなら印象深かったシーンなどございますでしょうか。やはりあのエピソードですか。ではあれをモチーフにしたいと思いますがいかがでしょう。